小さい時、あでも地元が沖縄で、まあ、やることなかったからね、普通にその辺にいるガキと一緒で普通に部活して遊ぶ時遊んでぐらいかな、普通の少年。部活は中学校小中バスケやって、高校がバレー、運動はまあ普通だね、足も速くないし、性格は今も変わんない、まあ、明るい楽しいとこが好きみたいな、人が好きでみたいな。いや勉強はもう全く知ったね、嫌い、めっちゃ嫌い、未だにやっぱ勉強するのすごい好きじゃない。美容師目指し始めたというか、まあそれこそ本当高校卒業間近まで何をしたいか決まってなくて、まあ、やることないなと思って、働くのもなーっていう感じで、まあ、親にあんた手先器用だし美容師になったらぐらいの感じで、多分勉強しないでいいだろうなと思って、美容学校入ろうと思って美容師になろうっていう、そういう簡単な流れかな。プーを最初に入れたのは二十歳の時、それこそ社会人1年目の時に、ファーストが耳の裏にハート、トラディショナルのハートを、綺麗なシンプルなハート入れて、周りに星粒、6人家族だから6個粒入れてっていうのが一発目。きっかけはでも本当昔からやっぱそのいとことかもそうだし、まあおじさんとかもそうだし、タトゥー入れてる人が周りに多くて、まあでもいずれ入れるだろうなってなって、まあ社会人になってからっていう感じかな。うん、もう全くないね。うん、親に怒られるとかも一回もないし、たまに外出るときにみっともないから服着なさいぐらいかな。やっぱつながりある人にやっぱ入れてもらいたいというか、最初はやっぱ知らなかったから、まあ職場の初めて勤めた職場の人らが入れてる人に入れてもらってみたいな感じで入れてて、まあ上京して仲いい友達の紹介とかでつながってって今入れてもらってるって感じかな。うん、お世話になってる沖縄の先輩の紹介で出会った沖縄の先輩っていう感じかな。その子がガッツリやったもんね。そうっすね。いやでもまあそんなにじゃなかったっすか。いやあそこまで脇腹とか埋まってる人はあんまり見ないからね。お気に入りはまあ背中っすね、背中一面。うん、最初はまあミミさんと話ししながら決めて、最初なんだかな、不動明王か、その水滸伝とか水門破りとか、まあ自分のその江戸の神様かどっちかで相談したっすよね。そうだね、話して今ね、調べたら文字菩薩の絵がめちゃくちゃかっこよかったから、うん、そうなんか唐獅子の上に神様が乗ってるから、うん、これでしょう、うん、っていう感じで、うん、お願いして、まあ、一面掘ってもらってっていう感じかな。そうだね、うん、ブラザーズに入ったきっかけはもともと代表の西森が本当に21、22ぐらいからのクラブ仲間で、初めてその渋谷のクラブのエイジアで声かけて、そこから仲良くなって、まあ、友達としてずっとこう、まあ、ブラザーズ立ち上げたのを見てて、で自分の専門の後輩である剣士もいたし、まあ、そういうのもあってこう2人のこの活躍してるのを見てて、単純にやっぱかっこいいなと思ったし、こうなりたいなって思って西森に連絡したのが最初きっかけ、うん、まあ、連絡してしたら、まあちょうど中目黒の店舗出そうかなっていうか、2店舗目出そうって考えてるタイミングだったらしくて、1回東京来たらみたいな、それで話そうよ感じで、もう次の月ぐらいには行って話して、じゃあもう決定みたいな、そんな感じかな。趣味は全くないですね。うん、まあでも最近はこういう、まあコロナの時期とかもあってあんまり外で飲むこともできないから一人で家飲みしてます。地元が沖縄だから、そのみんな青森持ってきてくれてるから、青森を自然と、そう、ただ俺本当は青森よりも芋の方が好きなんだよねまあでももらってるからありがたく、まあ、それをみんな日本酒と泡盛を持ってくるっていう、日本酒そもそもそんな飲めないっていう、そんな感じかな。まあなんかまあ本当正直趣味ないから、ちょっと仕事やろうかなみたいな、休み取らないで普通に仕事行ってた方が楽しいなっていうのがあるから、趣味が仕事みたいな感じかな。
あ、まあだからそう、仕事もなんか言い方悪いけど遊びながら、まあ自然体でやれてるから、あんまりオンオフなくずっと仕事やってるかなって感じ。オフの日ももちろん、まあ休みというかなんか間使って店には絶対行くようにしてるし、ライフスタイルそのものみたいな感じ。オフでもまあお店は絶対行くみたいな、そんな感じかな。うん、まあ仕方ないよね。仕方ない、めちゃめちゃ見られるからね。二度見されたりとかめっちゃされるから、まあ仕方ない。慣れてる。変な人だと思われてる。飲みながら、最近はあのクラブハウスとか、まあ、SNS 見ながら たまにあのライブやったりとか、そんな感じかな。まあ普通にテレビも見るし、 YouTube 見ながらそれで当てで酒飲むみたいな感じかな。 YouTube はお笑いだね、うん、お笑い、滑らない話とずっとコントとかそういうのばっかかな。あとはまあヒップホップ聞きながら酒飲んで、で酔っ払って気持ちよくなって寝るっていう、最高です。おしゃれでかっこいいお兄さんみたいな感じかな。なんかもともと自分がずっとモデルやってるんだけど、その時にモデルで使ってもらったブランドさんとヒーロー君が仲良くて、でそのルックの撮影とかも一緒になったりして、そっからまあ週1とか月に3、4回ぐらい来てるから、めっちゃ最高でしょ。超いいでしょ。やっぱ自分ももともと10代というか短髪で、やっぱモデルの仕事ってなんかこう髪とかもあんまいじれなかったりとかもするんだけど、なんか関係ねえなっていうか、そういう風に自分でも思い始めて、やっぱ短髪って言ったら単純にミスターブラザーズが一番候補に来たっていう感じ。俺家族いいんだけど、家族の話とか結構たわいもない話するっすよね。意外と普通の、本当俺が言いたいのは、人を見た目で判断しないでほしいっていう、世の中の人たちに。めっちゃ優しいし、まあ超腕もプロフェッショナルだし、その辺にいる人たちより優しいんじゃないかな。ブラザーズ入った当初はやっぱもう入ったら結構もうイケイケで、いろいろ入ったらゴールみたいなのが当初あったけど、やっぱ入ってみてやっぱ意識めちゃめちゃ変わったっていうのは、まあ熱量かな。やっぱ仲間がすごい意識高いし、まあそれに刺激されて入った時のその甘えてた部分というか、入ったらゴール、入ったら上がるっしょみたいな感覚だったけど、まあ実際はやっぱみんなコツコツやって、みんなそこまで成り上がってるから、この感じじゃダメだな、仕事に対する情熱とかそういう感じはもうめちゃめちゃ変わったかな。まあでも楽しいのには変わりなくて、思い描いてた通りの楽しさはすごいあったかな。今ブラザーズに入って5年目って、今年の10月で丸5年になるんだけど、まあスタイリストからヘッドバーバーに昇格して、で今年から店長でなって、ずっと積み重ねてやってきたのが今形になって、いろんな人に助けられて、お客さんに助けられて、仲間に助けられて、ようやく今なったかなって感じで、まだね2月で2ヶ月ぐらいしか経ってないけど、店長として、中目黒の店長としてこれから仕事ももらったり、自分でいろいろ発信できたらなって思ってます。目標としてはやっぱりブラザーズというか、まあこういうこの仕事を選んだんで一生続けていけるような感じで、まあ60、70になっても髪切れてかっこいいと思えるような存在でいたいし、そういう人でいたいなっていうのは思ってるんで、髪を切るってことはまあやめたくないし、ずっと続けていきたいなって思って、女性じゃないと思ってメンズ選んだし、まあとにかくまあ一生の目標は髪を切り続けることかな。そういう職人としてというか、その仕事で全うしたいなっていう。